こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、ちょっと隣にいる人、皆さん誰だかもちろんわかりますよね。ちょっとね、初のコラボレーションなんですが、はい、なんと MB さんに来ていただきました。よろしくお願いします。いや、もう僕もね、いつも動画を見ている本人がこのようにいるっていうのがなんか不思議な感じで、もう芸能人みたいな感じですよ。そんなことはないですよ。いやいや、本当芸能人的な感じですよ。いや、ね、さっきはね、どうしようもない話だったんですよ。いやここカットみたいな話をしてましたけども、そんな MB さんとコラボレーションということなんですけども、はい、これなぜかというと、昨年ですね、ちょうどグローバルワークさんと MB さんがコラボレーションのコートを出されたんですよね。あれがめちゃくちゃ良くて、これ僕自腹で買いまして、で、レビューをしたんですね。そしたらね、なぜかこう MB さんからコメントしてましたよね。いや、だって連絡先がわかんないから、どうしようと思って、とりあえずコメントしようと思って。はいはいはい。言ってくれればもう届けに行って。いや。な、本当に僕なんだろう、なりすましのアカウントかと思って。MB、偽 MB やんじゃないかみたいな。違うのかなと思って、一応失礼な当たるから返そうかなと思って、そう思ったんですけども。返す、そうですよね。返すタイミングちょっと、タイムラグがあってきましたもんね。でもちょっと疑いの期間があったんですけども、無事本物ということで、いろいろありがとうございます。はい。それで今回ね、コラボレーションということで、はい。このグローバルワークさんで、ちょっと商品をね、はい、一緒にちょっとこう、解説をしようというか、そうですね。まあ、おすすめのものというかね、はい、これはというものをピックアップしたので、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、はい、今日はですね、サロンドグローバルワークというですね、ラインがありまして、はい、僕にとってもめちゃくちゃ気に入ってるラインでして、すごい勝手ながらめちゃくちゃ好きそうだなと思います。はい、そうですね。そう、はい、はい。ちょっと僕イタリアっぽいファッションも好きなので、そうですよね。はい。はい、なので、そのこう文脈で言うと、うん、結構リングジャケットさんって僕も、うん、買ってたので、いいですよね。はい。そう、なんか日本のこう、ね、構築的なスーツなんですけども、うん、なんかこう、ヨーロッパの柔らかさもありつつ、うんうん、しっかりと肩回りはありながらも、こう、ウエストのシェイプが効いてて、うん、めちゃくちゃ綺麗なスーツを作ってるんですけども。そうですよね、吊るしだけどオーダーっぽい、ね。オーダーっぽいですよね。既製服なんだけども、オーダー服のような。そうですよね。っていうのが、まあ本当の特徴なんですけども、うんうん、そこが、なんとグローバルワークさんとコラボレーションということで、昨年の春からですかね、展開されていて、うん、早速僕はもう発売と同時に買いに行ってレビューをしたぐらい気に入ってるんですが、うん、そのね、今回また新作が登場しましたので、はい、この中からお互いに、はい、これは鉄板だというものを皆さんにご紹介したいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。はい。それでは早速行ってみましょう。じゃあですね、はい、早速僕から行きたいなと思うんですが、うん、まあ結構いいものがたくさんあるので、いや本当そうですよね。そうなんですよ。迷いどこではあるんですが、やっぱりね、うん、一番こうメインとなるようなジャケットから行きたいなと思うんですが、うんうん、そうですね。こちらのシアサッカーのジャケットですね。これ今回からですもんね、はい、シアサッカーは。シアサッカー今回からですね。前回なかったですよね。なかったですね。まさにこう春夏の雰囲気ぴったりの清涼感があるような素材感。これはめちゃくちゃいいですよね。リングジャケットらしいですね。うん、ラベルもちょっと広めに取ってあって、もうスタイルがよく見えるというところですね。そしてこうパッチポケットになっていて、ややカジュアル感もあって、断崖の三つボタンというところで、非常にバランスがいい一着に仕上がっていて、これはね、ほんとリングジャケットで買ったら、僕はもうね、結構買ったので言えますけども、おそらく、何倍ぐらいかな、結構な値段差は。そうですね。はい。これ言っていいのか分からないので言わないですけども。桁が変わっちゃうかもしれないですね。桁変わっちゃいますね。はい、それぐらいの差があるので、まあ、この価格帯でリングジャケットの雰囲気を味わえるのは、ほんとスペシャルなことだと思うので、うん、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思うんですが、まあ、ネイビーだと、もう本当にシンプルで使いやすいですね。うんうん、まあ、生地に凹凸感があるので、ネイビーでもそんなに重たい感じはしないと。いうところですね。まあ、セットアップで用意があるので、このように組んでいただいて、中はね、いろいろやれちゃいますね、これはね。そうですね。何合わせてもいけそうな気がしますけどね。MB さんだったら何いきますか？僕だと、シアサッカーのこういうネイビーとかだと、インディゴのシャツとか合わせちゃったり。めっちゃいいですよね。するんですけど、はい、なんか、この辺にあるポルシャツとかでも良さそうですよね。いや、ほんと良さそうですね。これネタバレしちゃうので、ちょっと後でって感じしますけども、ちょっと、はい、こちらもお借りしながら。はい、このね、デニムシャツ、MB さんおっしゃっていただいたように、中入れてあげて、ちょっとね、うん、色、ちょっとリンクさせるとかっこいいなと思いますよね。このね、シアサッカーのジャケットは、すごいおすすめなので、ぜひ、皆さんもチェックしていただければなと思います。はい。はい、
じゃあ続いて MB さんの1点目を。はい、わかりました。はい、僕の1点目なんですけれども、こちらの PR 素材のですね、リングジャケットとのコラボレーションですね、サロンドグローバルのジャケットとスラックスでございます。PR 素材って、プレステッドレイヨンですけれども、ウールライクにすごく見せてくれてますね。すね、同じ TR でももちろん一口に言っても色々あるんですけれども、若干思いのある TR 素材で、本物のウールっぽいような風合いになっていて、クラシックなチェック柄が入ってるネイビーカラー。なんかほんと大人が着てバッチリ決まるような感じです。ほんとにもうリングジャケットのコラボでこの価格って多分ちょっと大丈夫なのかっていう感じですよね。でもここまで来ると多分カニバラないんでしょうね。いや、そうかもしれないですね。リングジャケットのお客さんからすると、いやなんかまあ別にどうぞどうぞみたいな感じなんでしょうね。思いますね。だってもう桁が違うっていうか、もう値段の差がありすぎて、食い合いになるわけないみたいな。だと思う。お客さんもそうか、違いますよね。そうですよね。逆に多分ここ入ってもらって、例えばその20代前半ぐらいの人が安いからここから入ってもらって、大人の時にリングジャケット買ってもらうとか、それ最高ですね。で、なんかストーリーもできそうだからすごくいいアイテムかなと思うし、あとまあ形はもう本当にさっき大山さんがおっしゃっていただいたようにすごくいい形なので、ラペルも結構広めですし、若干着丈がこのモデル長いんで、ちょっと今のクラシカルな流れ、今多分スーツってちょっとね、ゆったりというか、クラシックの流れに強くなってると思うので、クラシック回帰の流れにもしっかり対応できると思いますし、でも日常的に使えるように、TR なんで、こう、シワもつきにくいですから、ガンガン使って、で、普通にもちろんシャツネクタイでもいいんですけど、さっきも言ったけど、デニムシャツとかを中に、はい、入れてあげてもいいかなというふうに思います。多分今、ね、白シャツにストライプのネクタイとか、いわゆる一般的なスーツスタイルってだいぶ減ったじゃないですか。減りましたね。もうノーネクタイでいいし、なんならジャケットも着なくていいよっていう感じが多いと思うので、がっつりしたスーツスタイルっていうよりは多分こういうチェック柄入れたりだとか、若干カジュアルなこういうインディゴとかシャンブレーのシャツ入れてあげて、ネクタイとかも普通にシルクのツルッとしたものっていうよりはこういうニットタイとか合わせてあげたりすると、若干こう遊びのあるオンスタイルというところで、今のトレンドにも合ってるのかなと、今の TPO にも合ってるのかなというふうに思いますので、ぜひやってみてください。このシャツがね、またこのシャツもサロンドグローバルワークの。これめっちゃいいですよね。これめちゃくちゃ、はい、いいっすよね。そう、これバッティングしましたよね。そう。そうですよね。これはいいですよ。襟の膨らみとか、簡単なく綺麗だから。ネクタイ締めた時にもちゃんと立ちがいいというか。そうですね。で、ネクタイ締めなくてもすごくこう立体感があるんで。そうですね。高級感あっていいですよね。普通もうちょっとね、こうペタッとなったりとか。ペタッとしますよ。ですよね。これでいくらなんですか？これで5,390円。いやー。多分これって、リングジャケット知ってる人からすると、むちゃくちゃ安いけど、ですね、グローバルワークの普段のお客さんからすると多分ちょっと高い、やや高いと思うんですけど、これでもリングジャケット知らなくても、ぜひ一回、特にオンでこういうシャツ着るっていう方は、ちょっと一枚騙されたと思って買ってみてください。マジで襟周り全然違うんで、これびっくりすると思います。というところで二つ一気に紹介しちゃったけど。ああ、いや、いいですね。なんか、こう間近で聞いてと、そのまま買いに行きたくなるようなね。いや、これが MB パワーですね。やばいなと。いや、いい経験させていただいてます。何を言ってますか。そしてじゃあ僕の二つ目、行きたいと思うんですが、はいはい、このですね、ニットポロシャツですね。これまたなんか、これも新作ですもんね。新作のね、なかなかいいんじゃないかなと思うんですね。すげえな、マジで。値段いくらでしたっけ ?4,950円です。4,000 円でこれ出せるんだ。本当になんか雰囲気良くて、ちょっとレトロな感じのポロシャツなんですけども。いやー、そうですね。ね、これをですね、ジャケットのインに入れるっていう着こなしって、なんかこう、ちょっとこう、崩れたビジネスカジュアルとしては、すごくなんかバランスいいなと思って。かっこいいですよね。これはかっこいいんすよね。ちょっとね、これはいろいろと組みたいなと思って、はいはいはい、先ほどのね、ネイビーのシアサッカーのジャケットと合わせてもらってもすごくバランスがいいので、そうですね。上半身濃い色でまとめつつも、ネイビーとブラックも結構相性がいいので、可愛いと思います。ね、こう、第一ボタンまできちっと締めて、なんかこう、綺麗に着てもらえたら、こじゃれたビジネスカジュアルできる方がね、日本に増えたら嬉しいなと、そうですね。僕は思ってるわけですよ。で、ちょっと仕事じゃない時はこう、ボタン外してスカーフとか巻いたりしたら、可愛いですもんね。そうですね。それやりたい。本当、いいのぶっこんできますね、やっぱり、ユーミーさんね。はい。でも素材感含めて全然このニット安っぽさないから。ないですね。某スメドレーみたいですよね。はい、それは僕は言わないようにしてたんですけども、はい、さすがそこはね、出ましたけども、本当にね、遜色ないですよね。ね、本当に。はい、なかなかね、こういったものって夏場に着るとね、高すぎると手が出ないっていう場合も、これぐらいの価格帯であれば、
本当にね、気軽に使いやすいかなと思うので。そう。あとなんかこう、量販店とか、そのショッピングモールとかでやられてるブランドだと、なんか、イメージですけど、はい、もうちょっとこうやってみて、細く作るんじゃないかなと思うんだけど、なるほど、ちょっとクラシックで、ゆったりさせてるじゃないですか、うんうん。そうですね。このなんかクラシックな感じが、大人っぽくて、すごいいいな、うんうん、本物っぽくていいですよね。いや、まさにそうですよね。なんかこう、わかりやすくこう、細くして、うん、パッと来てかっこよくなるとかじゃなくて、うん、ちょっとゆったりさせてるのが、そうですね。めちゃくちゃ渋くてかっこいいと思いますね。そのあたりはやっぱりリングジャケットさんのね、いや、そうですよね。強みが生かされてるところかなと思っていて、うん、クラシックさとこうモダンさがうまくミックスしていて、まあ、バランスめちゃくちゃいいかなと思うので、これぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。素晴らしい。はい、僕二つ目はこちら、モーションテックのセットアップですね。こちらジャケットだけですけども、ジャケットとスラックスがあります。モーションテックが多分このシリーズの中だと一番入門編でいいのかなというふうに思うんですけれども、動きやすくてストレッチ性もあってですね、パッチポケットで程よくカジュアルになってると思うので、単体、ジャケットの単体使いでもかっこいいかなというふうに思います。相変わらずなんか、さっきのポロシャツの説明でもそうだったんですけど、うん、なんか、量販店とかでやってるブランドだと、もうちょっとこう、細くて分かりやすくっていうのが多いと思うんですけど、ね、うんうん、ラペルがちゃんと太くて、ステッチもしっかり入っていて、ステッチがまさに、いいですよね。リングジャケットっぽいと思いますね。そう。で、着丈もなんか、はい、やっぱり短い方が多分カジュアル使いができて、分かりやすくてだと思うんですけど、ちょっとだけそういうブランドと比べると長くなってたりだとか、うん、なんか細かく渋めな印象を出してきてくれてる。二つボタンじゃなくて段階りの三つボタンだったりとか、大人な雰囲気出してくれてるので、モーションテックですごくこう着やすくて、機能的な素材使ってるから、なんかそっちの分かりやすいシルエットに行くのかなと思いつつ、しっかりこう渋めのリングジャケット風のものを作り出してくれてるから、めちゃくちゃいいアイテムかなというふうに思います。でさっきみたいなシャツネクタイとかでもいいんですけど、まあこういう、カジュアルだったら、今だったら色味入れてあげたりだとか。なるほど。うん、でもいいのかなと。こういうアプローチか、さすが。かわいいですよね。なるほど、かわいいですね。そうですよね。なんか今年こういうペルトみたいなのが割と多いと思うので、うん、こうパステルカラーとかペルトとか入れてあげると、こういう黒のスーツとかでも、なんかあんまり地味にならずに済むのかなと思いますので、うん、これセットアップでもいいですけど、僕なんかこういうスタイリングにこういうワイドパンツとか合わせちゃって、うん、若干ストリートな印象で合わせたのもいいのかなとは思うので、うん、なんかそういうアイテムとして使えるかなと思います。ネイビーだとね、どうしてもこう、クラシックな印象強くなっちゃうと思うんですけど、うん、黒だと若干こういうモードなスタイリングにも合うと思うので、うん、なるほど、はい、ぜひ試してみてください。確かにリングジャケットでちょっとモードっぽい感じ出すっていうのは、面白いですね。そうですよね。本家だったらなんかこう、うん、なんだろう、もったいなくてできないっていうか、このぐらいの価格だったら、できますね、まあ、ネイビー初めに欲しいけど、うん、まぁ、ちょっと遊びで黒も買ってみようかなとかってできるから、うん、そうそうそう。僕のイメージだと結構リングジャケットでブラックってあんまりないようなイメージなんですね。ないですよね。はい。ちょっとクラシックな中だと、ブラックが結構ネイビーの方に振っちゃうんで、そうですよね。ちょっと新鮮なので、そうそうそう、両者のコラボレーションでこのカラーは、いいですね。さんらしくていいなと思いますよね。いやいやいや、よかったよかった。はい。じゃあラストですね。はい、ラスト。はい。一番ね、ちょっとこれは感動的だなと思ったのが。そう、それすごいよ。これですね。これはね、めちゃくちゃいいなと思いましたね。これでもすごいいいけど、もしかしてもう完売ぐらい。あ、そんなんですか。まだちょっとあるんですかね。今現在ネットでは、M サイズが残り1点。あー、これはまずいです。やめましょうか。いや、いいじゃん。いいじゃないですか。いや、ほんとね、これ人気出るのは分かる。追加があるんだ。追加があるんだ。よかったです、ね。じゃあ、この動画出てる頃にはもしかしたら追加してるかもしれないですね。はい、これはね、ほんといいですよ。今年はちょっとデニム素材のものを使いたいなということを、先ほど実は MB さんのチャンネルにお邪魔をさせていただきまして、そちらでお話したんですが、はい、まさにこれがね、めちゃくちゃいいんですよね。なんかね、こう、シルエットもこう、細い感じではないんですよ、うん。デニムの細身の感じを今履きたいっていう気分よりは、うん、少しこう、リラックス感があるような、タスクの入ったものとか、うん、こういったイージー仕様の感じが、まさに今っぽいデニムに仕上がっていて、もう最初からね、こういった形で折り返しがついていて、多分 4.5 センチ幅ぐらいですよね。ちょっと太めですね。ね、この設定をまたこう、リングジャケットらしくて、そうですね、すごいいいなと思っていて、これをね、ちょっと綺麗めなスタイルの中に入れて、着崩すような感じもいいかなと思うので、うんうんうん、先ほどのこういったね、シアサッカーのジャケットと合わせてあげてもいいと思うし、かわいい。ね、ニットポロで合わせてもらってもいいかなと思うので、このあたりはね、あーいいですね、ぜひ、こう大人のビジカジとしては、ちょっとこれぐらいなんか、軽快な感じで、カジュアル感出してもらうのもいいかなと思うので、これはマストですよ。僕も、
あの、売り切れる前に買いに来たいなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければと思います。しかもこれデニムだけど色落ちしないんですよね。ノンフェードなんですよね。色落ちしないんですよ。色落ちしないです。ですよね。すごいですね。あと僕このデニムジャケットのシリーズ全部そうなんですけど、はい、このパンツのこのゴムの位置がすごい好きで、ま、すごい。それは、なんか、ですね、なんか、いいですね、前から見ると普通のスラックスで、で、よくやるのが後ろ立てゴムとかやるじゃないですか。で、僕、後ろ立てゴムも若干気になる時があるんですよ。なんかやっぱりパジャマっぽくなっちゃうっていうか、で、これサイドにゴムが入ってて、で、このサイドのゴムが着用すると程よく消えてくれるんですよね。なるほど。そう、だからなんかこう履いた時に全然ゴム入ってない風にちゃんと見えてくれるから、最近ね、ちょこちょこ他のブランドでも見るようになったけど、このサイドゴム、発明だなと思って、タックインしても全然恥ずかしくないんで、めちゃくちゃいいと思います。これだけじゃなくて多分他のアイテムもなってると思うけど、すごいいいポイントだと思います。あ、なんか、MB さんにもう補足ですごいの出てきちゃってね、皆さん。いや、素晴らしい解説していただきました。めちゃくちゃいいのでね、これおすすめです。はい、チェックしていただければと思います。さあ、そんな僕、最後なんですけれども、最後はですね、サロンドグローバルワークじゃなくて、グローバルワークさんのインラインなんですけど、革靴。はい、最後に革靴を紹介させていただきます。何気に、さっきの前編、僕のチャンネルの方でやった大山俊さんとのコラボレーションで前編の方でも話させていただいたんですけど、このフェイクレザーの選び方が、グローバルさんすごくいい。なんか全然こう嘘っぽくないっていうか、僕、本当に。そう、このプレーン2とかも、なんかこう、触ればさすがに、まあ、ちょっとはギリわかるかなって感じだけど、もう見てるレベルでは全然本革に見えちゃうし、でシルエットとかも、あんまりこうなんだろうな、遊ばないで、いい意味で遊ばないで、ベーシックに作ってくれてるから、こういうスーツスタイル安いのはいいけど、足元どうすりゃいいのって思う人、結構いると思うんですけど、なんかついでに買うにしても値段もそんなに高くないですし、これ一個足すだけで、全然その、いつもの、なんだろうな、合皮の安っぽい革靴とか履いちゃうと、どうしてもこう、せっかくリングジャケットさんももったいないので、なんかせめてこのぐらいを選んでもらえると一番いいかなと思うし、あと合皮だと、どうしても歩きにくいんですけど、グローバルさん多分相当考えて作ってると思うんですよね。インソールの素材感とか、しっかりホールドしてくれるんだけど、なんだろう、クッション性は高いんだけど、ホールドしてくれるっていうか、普通このインソールって、クッション性高くすると歩き心地良くなるだろうと思って、柔らかい素材にすると中で足動いちゃって、こうなんかこう、結局疲れちゃうんですよね。だから、クッション性があって、ホールドしてくれるっていうのがインソールで一番いいそうなんですけど、まさにこれができてると思ってて、この先の部分の方はちょっと固めのインソールになっていて、この衝撃を受けなきゃいけないこの部分っていうのはちょっと柔らかくなってるんですよ。で、こう柔らかくて硬くなってるから、しっかりホールドされて動かないんだけど、衝撃はちゃんと吸収してくれるっていう、合皮なんだけど、むちゃくちゃ履き心地いいんで、これぜひ体感していただきたいです。すごい。っていうところでこれ1位。ああ、はい、すごいな。これは確かに全く僕気づかないかもしれないですね。わかんないですよね。わかんないですよね。そう。もう多分もはやわ、まあもちろんね、本革の方が味が出てきたりだとか、馴染んできたりだとか、魅力はいっぱいあると思うんだけど、高くなっちゃうから、そうですよね。そう。しかもガツガツ履けますし、雨の日でも雪の日でも全然ガツガツ履けるから、そう、ソールもこうやってブロックパターンになってるから、どこの地域でも多分使えると思うので、まあそういう意味では本当にいいアイテムかなというふうに思っております。はい。はい、素晴らしいですね。いや、こんな形で、ものすごくいいものがたくさん揃ってですね。あ、素晴らしい。この後ですね、まあ下にリンクを貼っておきますので、皆さんにもチェックしていただきたいなと思いますし、あとはですね、今回は僕のチャンネルで MB さん出ていただきましたが、はい、MB さんのチャンネルで、緊張しまくりの大山俊がですね、出ておりますので、そちらもまたですね、こちら動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。なんか緊張するんですよね。僕普段緊張しないけど、なんか今日緊張しました。緊張しましたか、はい、なんかね、こう、なかなかないことですもんね。そうですね。はい。お互いちょっと共通項はいろいろと多いですね。いっぱいありますもんね。本当に。YouTube やっていて、本書いていて、ね、いろいろあるのでね。しかも結構タイミングが一緒なんですもんね。そうなんですよ。本出したタイミングとか、はい、なんか何かと、こう、タイミングが一緒っていうかね。一緒なんですけども、今までなかなかこう、お会いする機会がなかったんですよね。世代も、まあ大体一緒ぐらい、ね。一緒なんですよね。ほぼほぼ一緒なんですよね。
はい。なんかね、ちょっと、共演 NG と思ってる方もいらっしゃるかなと思うので。なんか知らないけど言われますよね。そう、全然そんなことない。そんなことはないですよ。もうそれを今日は証明するために、ここにやってきましたので、これからも MBC さんと仲良くしていただきたい大山俊がお届けさせていただきました。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。